戦士ですか。おっしゃる通り、確かに読みが外れたようですね。あなたは一刻も早く死にたがっていると思ったのですが、マキナキ、私が用意した死に場所ではお気に召さぬというわけですか。ことだ、生産派れ。乱痴気騒ぎに興味はない。だがその果てが、俺にとっては最後の戦だ。お前は邪魔だな。不本意だが、俺が排除するしかあるまい。やれやれ、今夜はまた随分と饒舌ではないですか。しかしなるほど、全力の発揮をご所望とは誰かさんと似ていますね。それは本当にあなたの心か。まず我々は共にハイドリ秘境の影から解き放たれることを念頭に置くべきだと愚行しますが、馬の耳に念仏、所詮奴隷のあなたには分かりますまい。無駄だ、貴様はこれにも耐えるだろう。他はどうか。まあ姫は私が責任持って守るがな、あとは知らん。どうとなれ。ひばれを待て。貴様なら消滅だけは避けられるはずだ。この程度しのげんようでは、土台ハイドリヒ卿のこの絵とはいえ。そうだ、構わん、問題ない。あなたが私を攻撃するのは立場上不忠になるのではないですかね、ザミエル卿。ああ、だがすでに不忠者のせいで禁を破った。ならば一度も二度も変わらんだろう。不本意だがね、罰は後で粛々とハイドリヒ卿の御前で受けるとしよう。真の不忠はここで貴様を逃すことだ。ゆえにどうする。死なれては困るのだ。
からくりは読めた。双子の傍らか。ああ、名は何と言ったか。ヨハンだ。そう、ヨハンだ。生きていたのだ。知らなかった。ブレンナーらしい、そして貴様らしいと言ってやるか。前者は愚かしく、後者は薄汚い。哀れだよ、その少女。いっそここで何も知らぬまま行かせてやるのが慈悲と思えぬこともない。まあ何にせよ、罪だ。クリストフ、貴様の巡礼とやらここで終わる。ささか非道ではありませんかな、マキナ教。騎士たる御身が婦女子を盾にするような道を選ぶとは驚きだ。誤解するな。俺は騎士道など知らん。知っているのは戦場の掟だけだ。立ち入れば女子供のわけなく死ぬ。故に何もかも終わってしまえと。やれやれ、あなたが一番ハイドリヒ教に近いですな。少子、お前が言うことか。誰よりも奴に依存している身で笑わせる。心配はいらない。言ったろ、我々は玉体を休んじ立て祀ると。あれの守り、そのど外れた強度の秘密は二つある。一つはベルリンの黄金錬成をもとにクラフトが、というよりイザークが城を飛ばした際の副産物だよ。すなわち対魔、対物理、対時間、対偶然、そうした防御膜を極限まで強化、映れないように永久展開させた盾。そうしてもう一つは鎧。
あのうちに渦巻くバルハラのレギオン、魂の総和が常識外れの密度を有しているからに他なら、わかるかな。あれはハイドリヒ教の玉体なのだよ。今マキナが削っているのは前者だ。あれを崩せる者は奴しかいない。故に安堵される。我々はハイドリヒ教の玉体を破壊などしない。久しを借りて母屋も取ろうという不心得な居候、獅子神中の癌を叩き出そうとしているだけだ。盾がなくなれば城の流出はもう止められる。堤防が消えるのだから、バルハラの総軍は流れ出ていく。まあ現段階ではそれに極めて近い想像だが、いずれにせよその時をもって主要代行は任を解かれる。奴は用済みだ。この第七に解ければよ。故にテレジア、御身が抱えているとおぼしき不可解な干渉。自害ならいずれもっとしたくなる。いや、それとも生の執着になるのかな。どちらでもよいがね。その頂点は第八の解放でだ。せいぜい貯めておくがいいよ、テレジア。その祈りを持ってこの世をグラズヘイムに塗り替えよう。もはや言うまでもないと思うが、あちらの少女はあなたの血縁、出来損ないなので死んだということにされていたイザークの弟、その孫にあたるらしい。クリストフはあれを使うことで五色を狂わせる腹だったのだ。城の流出を起こさずにその無限再生という黄金のみをかすめ取る。まったくゲスの考えそうなことだよ。そう思うだろ。故に気に病まつともいい。奴は正真正銘のクズであり、涙で送るには値しない男だよ。で、それはそうか。貴様は何を先ほどから私の顔を見ている、コムス。猿回しの猿にも劣る不格好な踊りを幾度も私の視界に入れていたが、罰が欲しいのか貴様。いいぞ、今はすこぶる機嫌がいい。名乗れよ、能なし。貴様どういう了見で私の部下を愚弄している。キルヒアイゼンの席に座ってそのみっともない醜態を晒し続けているのは何のつもりだ。私は桜井ケイと言います。ベアトリス・キルヒアイゼン中尉の後継として11年前。クリストフか。なるほど。故にそのざま、傀儡であり負の遺産だな。さてどうするか。
例の小僧はバルハラ流出の後にマキナか我が君の功となってもらわねばならん。であれば別に第八の逃げがいる。数がダブつくのは美しくないな。とはいえマレウスを倒した少年はシュライバーの獲物だ。奴に計画的な殺人など私は微塵も期待しない。いつどこでどう殺すか読みようがないので除外しよう。ではそう。なあおい、残りはどうしたらよいと思う。つまりあなたはザミエル家。私にここで死ねとおっしゃる。貴様か。そこのそいつかだ。早いか遅いか大差あるまい。それとも貴様、もしかして。最後まで残れるつもりでいるのかよ。個性が上がくか。良いぞ、芯までふぬけではないよ。定冠した増強などひねり殺す気にもなる。ならば城の一部となるにふさわしい遊具を示す。愛玩の道化として勝ってやらんこともない。個性私はバカです、ザミエル卿。私にはそんなもの見えない。彼を私は救いたかった。なのにこれじゃ何も変わらないじゃないですか。結局私たちは私はそんなもののために戦ってきたんじゃない。泣いて祈れば降りてくる奇跡なんていらないのよ。いつだって戦い勝ち取る、邪魔なんかさせない。あなたたちを認められない。私はまだ諦めてなんかいないんだから。貴様ら間抜けの言い分はいつも致命的にずれている。そう、例えば火だ。これが命。消したくないと皆が守り躍起になる。ではどうする。
他者から奪い足していくのだ。消えぬように輝くように周りを食い潰して肥大していく。それこそが生きるということ。世の全生物に適用される絶対の法則であり黄金律。その点は何も何一つとして城とこちらに違いなどない。殺し続けたのだ、喰らい続けたのだろう。それで今の貴様があるのだろう。生命の根源たる渇望はより大きくより多くだ。消えるのを拒むならどこまでも巨大になること。消えてしまったものを灯したいなら巨大な火とつながること。つまり貴様らはハイドリヒ教と一つになる。それこそが祝福だ。震えよ、これ以上の栄誉はあるまい。というのに何を嫌がる、何を拒む。矮小な己が偉大な黄金に飲まれ消えていくのが怖いか。くだらん。もとより貴様ら死別を覆そうという輩に古賀などなかろう。他者と己を重ねなければ生きていけぬ劣等ではないか。ならばよし、究極の炎、究極の世界、黄金のグラスヘイムに溶ける栄光を与えてやるのだ。歓喜しろよ。なぜ言わわん。まったく、どしがたいこと甚だしい。まあどうでもよい。うっせえ。やれやれ、待ちくたびれましたよ。はい、なんだこれは。稲妻だと。これで万分の一は起死回生の目も出ましたね。なるほど、お前はこれを知っていたのか。まあ気づいたのはつい先日のことですがね。正直確証はありませんでしたが、これで決定だ。やはり下品だ。見られたかな
でしょうね。落ちぶれたそのざまを。邪魔、邪魔だと誰に言っている貴様。その程度で私に下がれと抜かすか。分際を知れよ、こそばゆいわ。しかし片手間に流せるというほどでもありますまい。いや、仮にそうだとしても、それを前に手を抜くことなど、あなたの騎士道が許さぬことだとお見受けします。抜かせヒップが。静まれ。小賢しい、小賢しいぞクリストフ。だがいいだろう、乗ってやる。私の檻が開く瞬間を狙うというなら狙ってみろ。出るも入るもその時なら自在。愛も変わらず逃げの三段だけは達者なものだ。しかし何にせよ、貴様に騎士改正など起こりえん。構わん、二人まとめてかかってこい。格の違いというのを教えてやる。私は彼を守ります。もう二度と誰が相手だろうと失いたくない。彼だと。彼か。なるほど、その出来損ないは代替わりする。複製の清掃に見入られて、それを想像した一族を末代まで喰らい潰すという代物だったの。確かデベルスプルーロンギンス、さしずめ劣化品のエインフェリア製造機というわけだ。ならば貴様の前に当たる桜井は男だったのか。レオンハル、父か兄か、どちらでもよいがね。彼というならそうなのだ。まったく傑作だな。アボール何が。出直してこい、神父。
嘆くな。私が貴様を救ってやる。その腐れた器を浄化して解放してやろう。ブリュンヒルデ、私と英語、永遠に黄昏までかけようではないか。ついてもバルハラで会おう、我が部下よ。貴様の根性をこの手で立てる喜びに私は至高の幸せを感じている。ならいかなる花嫁にも劣らぬよう最愛の炎を汝に送ろう。我が槍を恐れるならばこの炎を起こすこと許さぬ。それがどうした。出られぬのなら迎え入れる。もはやそうするしかないでしょう。いずれ彼がここに来る。その時あなたは果たして自分を御することができますかな。
シュライナーは突破できない。あれの渇望は見せてもらった。その上での判断だ。奴の疑問はシュライナー、ここには到底たどり着けない。言ったろ、来たら迎撃するってさ。ねえ、上遅いんだよ、ノロマ。酸欠は事故るか。マジでその通りじゃねえかよ。冗談じゃねえぞこいつ。見えないよ、全然目に映らない。久しぶりだね、クラフト兄さん。ずいぶん大きくなったじゃないか。やるかい？君は僕を殺す気なのかい？いつまでもどこまでも僕は殺して回り続ける。ハイドリヒ卿のベルトールド、みんな永遠に殺し合おう。お望み通り、その首刈り飛ばしてやるよ。かかってこい。威勢がいいね。だけどさ、ってことは殺してもいいんだよな。できないことぬかしてんじゃねえぞ、うつら青い作り物が。そうだ、奴にシュライバーを倒せ。奴を速さで追い抜くことは絶対的に不可能だ。してやるよエルト。誰が誰を殺すのは言ってみろよ。終わりか小娘。貴様に対する評価を改めよう。そして我が身の不明を恥じねばならぬ。いささかながら驚いた。大したものだ。一つ
忠告してやろう。殺意は絞る。傭兵の基本だ。小勢で核翼など組んでも意味がなくなる。兵力で劣るなら使い方を工夫しろ。それ次第で穴をうがつこともあるいはできる。貴様は無駄が多いのだよ。まったく、そんなところはどこかのアホとよく似ているわ。ともかく、これは褒美だ。受け取ってやる。これは次の持ち主は貴様だ。ゆえにくれてやる。持っておけ。正直消し去ってやるつもりだったが気が変わった。中の魂ともども引き継ぎを許してやる。だがな、今は命を大事にしろ。貴様は第八に捧げるとこの私が決定した。寝ている。さて、いらぬ手間を食ったもの。ともかく、これで任務達成ということで。これが第二だ。俺の渇望を前に、お前はどんな時間稼ぎもできる。心臓が動きを止め、忌まわしき毒、傷、跡形もなく消え去る。
局私が時を稼ぐしかないわけですが、この開いた傷口、家の様子を見るが、滴り落ちる血の雫、全身に巡る呪詛の毒、武器を取る、剣を突き刺せ、深く深く塚まで通れと。さあ騎士たち、罪人にその苦悩をもろともとどめをさせる。この光を下ろすか、その上に照り輝いて降りるだろう。ブリエル、ズガルツ、ボルスンルスサガ、さあ抗ってみろ、聖三杯。これはお前の戦場だ。むさむさ負ける気などあるまい。さあどうする、得意の小賢しさを発揮してみろ。俺の聖戦につまらぬ処刑の記録など刻ませるな。それとも子供を殺すしか能がないのか。抜かせ。私は二度と私の愛を失わない。私は死ねぬ。私は永遠に歩き続ける。止まりなどしない。栄光を償い続けるのだ。あなたのような都合の良い終わりなどいらない。お前は俺を奴隷と言った。俺は先祖ハイドリヒに屈服させられ、繋がれた身を蔑まれても反駁をでき、いや、アナヘイム、だがお前ほど矛盾してはいないつもりだぞ。ゴルデネッシュ・バーン・ローエングリーン。
死に、そして相反する箇所、それがお前の敗因だ。大義だ、セアサンハイ。刑の順で私の中で永遠に続ければよかろう。そう悲観したものでもある。私だけの波動を示そう。カーリオ、共にゲットを超える時が。その男は墓に住み、あらゆるものも、あらゆる鎖も、あらゆる全てをもってしてもつなぎ止めることができる。彼はマクサをちぎり、枷を壊し、狂い泣き叫ぶ墓の主。この世のありとあらゆるもの全て、彼を抑える力を持たない。ゆえ、神は問われた。貴様は何者か。愚問あり、無知蒙昧。知らぬならば答えよ。ブリオ、グラフヘイム、グランカムミ、フィンフト、ベルトール、承諾した。共に約束の時を祝おう。
未知の世界を渇望する。